タイ南部、タイ南部は、タイ王国の地方の一つ。アンダマン海とタイランド湾に囲まれ、タイのマレー半島部の大部分を保有する。文化的には、マレー文化の影響を受けたタイ文化が発達し、もともと中国人やマレー人が多かったために、両方の文化が独立しつつも、タイ人の文化を通して混ざり合っている。この地方の言葉は、南タイ語と呼ばれ、マレー語と中国語の語彙が、 他のタイ語の方言よりも多く混ざっているのが特徴である。人種的には南タイ人はマレー人との根血が多いと考えられる。宗教的にはねジョーザブ仏教が主流であるが、イスラームが他の地区よりも多く、特に新南部では住民のほとんどがムスリムとなる。最南部の5県に関しては、ムスリム人口が過半数から80%を超え、新南部と呼ばれる。 特に、ヤラー県、ナラーティワート県、パッターニー県は15世紀以来のパタニ王国の領土であったため、隣接するマレーシアのクランタン州と共通する風俗やマレー語のパタニクランタン方言が使われる。仏教色の強い大政府に対し、自治や独立を求めるイスラーム系独立運動の中心地であるため、新南部三権問題と呼ばれる。新南部、ウィキトラベルには、 海南部に関する旅行ガイドがあります。ありがとうございます。